日本語会話カフェで注文いらっしゃいませ。先にお席の確保をお願いします。ここにしよう。いらっしゃいませ。 お決まりでしたらご注文をお伺いします。店内でお召し上がりですかはい。えっと、ソイラテとシュガードーナツください。ソイラテとシュガードーナツですね。ソイラテはホットとアイスがございますが、ホットでお願いします。ホットコーヒーですね。サイズはいかがなさいますかショートで。 かしこまりました。ショートサイズのホットソイラテ一つとシュガードーナツですね。シュガードーナツは温めることも可能ですが、どうなさいますかお願いします。かしこまりました。他にご注文はよろしいでしょうかはい、大丈夫です。では、ソイラテとシュガードーナツで970円になります。クレジットカードって何が使えますか 何でもお使いいただけますよ。じゃあ、これでお願いします。かしこまりました。カードをお預かりします。ありがとうございました。こちらレシートとクレジットのお控えです。それらては豆乳のアレルギーの方へのお渡し防止のため、こちらのカードをお渡し口にお出しください。わかりました。 レシートに書いてある番号でお呼びしますので、そちらのお渡し口でお待ちください。ただいま、ショートサイズのホットのソイラテをお作りしております。レシート番号232番、ショートサイズのソイラテとシュガードーナツでお待ちの方。レシート拝見いたします。 ありがとうございます。232番ですね。ソイラテカードもありがとうございます。お気をつけてお持ちください。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。何名様ですか二人です。ご案内いたします。こちらへどうぞ。 こちらへおかけください。ご注文が決まりましたらお呼びください。何にする俺はコーヒーでいいかな。私も。すいません。お決まりでしょうかホットコーヒー二つ。 ミルクとお砂糖はご利用ですか俺はブラックで。私はミルクだけお願いします。かしこまりました。ご注文は以上でよろしいでしょうかはい、これでいいです。ホットコーヒー2つ、ミルク1つですね。少々お待ちください。今日疲れたね。 たくさん歩いたもんね。お待たせいたしました。ホットコーヒーです。以上でお揃いでしょうか。はい。おゆっくりどうぞ。この後どうする買い物しようか。欲しい服あったよね。 うん、買い物したい。じゃあ、ちょっと飲んで、ゆっくりしたら行こう。お会計お願いします。お会計はご一緒でよろしいですかはい。ホットコーヒーを2つで500円になります。スイカでもいいですかはい、ご利用いただけます。 こちらにタッチをお願いします。ありがとうございます。レシートはご利用ですかい,いえ、いりません。ありがとうございました。またお越しください。ごちそうさまでした。